日産自動車の元会長カルロス・ゴーン被告の日本での逮捕・拘留をめぐり、国連人権理事会の作業部会は根本的に不当だとする意見書を公表しました。国連人権理事会の作業部会は、ゴーン被告の4度にわたる逮捕と拘留は根本的に不当だと結論付けるとともに、日本での拘留は恣意的拘禁だとする意見書をまとめました。また国際法に基づく推定無罪の権利を侵害したと指摘し、適切な救済策として日本政府に対しゴーン被告への賠償を求めました。23日、ゴーン被告の弁護士は声明で、ゴーン氏に対するすべての訴訟は違法であり、無効と宣言される可能性があると主張しました。日本政府は法的拘束力はなく、到底受け入れられるものではないなどとして異議を申し立てました。